わさビーフ僕大好きなのでね。YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、本日はですね、ちょっと一風変わった商品をですね、ご紹介いたします。じゃんと、ファミリーマートさんからですね、7月の11日から発売しております、ダーン、はい、わさビーフの焼きそばということですね。しかも、大盛りでございます。わさびの風味と、ビーフの旨味が癖になるということでね、山吉さんです。このわさビーフのね、発売元山吉さん監修しております。はい、こちらですね、わさビーフ味の焼きそばをただ出したよっていうことではないんですね。ファミリーマートでこちら発売してるんですけども、沖縄ファミリーマート30周年を記念して、沖縄のファミリーマートが企画して全国に発売という風になってるようです。でね、ファミリーマートとサークル系サンクスで、順次全国で発売していくようなんですけども、僕の近所で売ってたんでね、こちら早速お湯入れて食べていきたいと思います。はい、こちらパッケージね、もうあのスナックのわさビーフを彷彿とさせるこの色とね、この文字ですね。はい、でね、僕初めて知ったんですけど、このキャラクターわさっちっていうんですね。知らなかったですね。はい、で開けていきましょう。あ、開けやすくていいですね、これは。はい、あー、おー、出てきた、なんか。はい、入ってますのは仕上げシーズニング、何でしょうかね、これは。で、香味油と火薬ですね。はい、ではこれはおそらくまず火薬入れてお湯ですね。はい、はい、それでは3分待ちましょう。はい、では待ってる間にね、簡単に商品説明していきましょう。こちらですね、7月の11日から全国で順次発売となっております。お値段がですね、228円の税込みでございます。はい、ロングセラーのお菓子、わさビーフの味わいをイメージした大盛り焼きそばですと。麺は適度な味付けをした食べ応えのある麺、ソースはツンとくるわさびの風味にビーフの旨味を加えた癖になる味わいですと。これね、どうなんだろう。以前もね、わさびがすごい麺っていうのは食べたんですけど、これはね、そういう、なんていうの、わさびに全振りではなくて、このわさビーフね、わさビーフということなんで、わさびとね、このビーフの牛肉の旨味を両方とも取り込んで、うまく、こう融合させてね、美味しく仕上げてるんだと思いますね。わさビーフ僕大好きなのでね、それが焼きそばになったっていうのはどういう風になってるんでしょうかね、楽しみです。ではお湯切って仕上げていきましょう。はい、ではお湯切ってきましたけれども、まあ麺っていうかね、この状態の麺は特にそんなに変わった感じないんですけど、若干ですね、太いかなっていう、太麺かなっていう感じはしますね。ではまずこちらの香味油を入れるそうですね。はい、わかりました。これがもうすでにわさびの匂いとね、このピリッとする感じがありますね。はい、香味油を入れて、でよく混ぜると。はい、はい、うわ、わさびの匂いすごいな。わさびの匂いすごいんですけど、あのわさビーフのわさびですね、やっぱり。あー、いい匂い。でこれですよ、仕上げシーズニング、聞いたことないから、これこれ入れていきましょう。うん、わかった、こっちがビーフ要素なんだ。はい、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 うわー、いいね。こっちもね、わさビーフのね、あのビーフ部分の香りすごいです。これ絶対うまいわ。よいしょ、うわ、美味しそう。見た目はね、なんかちょっと塩焼きそばみたいな感じだったりとかするんですけど、もう匂いはね、わさビーフそのものです。はい、では食べていきましょう。はい、それでは食べていきましょう。いやね、もうね、わさビーフですね。こう目つぶって嗅ぐとわさビーフの匂いがするんですね。不思議ですね。なんかすごい辛いものを想像してね、このいでたちになってますけど、全然これは美味しくペロリといけちゃうと思います。はぁ、美味しそう。いただきます。やばい。うわ、油断してた。ちょっと水取ってきますね。いやー、美味しくいただけると言ってましたけど、すいません、思いっきり吸い込むの本当危険です。今変なとこ入っちゃった、これやばい。あー、いや、味はもうね、わさビーフそのものですごい美味しいんですよ。ただ思いっきり吸っちゃったから、わさびの成分を咳込んじゃいました。
うん、あ、わさびくる。あー、すごい。あのね、UFO のね、あのわさまよ地獄と結構いい勝負ですね。ただ不意打ち食らった分、僕はこっちの衝撃がすごいです。うわ、一気に汗かいてきた。やばい。全然別に熱くもないし、わさびものすごい強烈ではないんですけど、いや、すごい。でもやっぱりこのね、わさビーフを食べた時のあのビーフのね、牛の旨味、すごいはっきりと感じます。美味しいです、これ。もう注意して食べればね、全然大丈夫です。ただね、普段のわさビーフ想像してたら、それよりは全然わさびが強いです。びっくりしました。侮ってましたね、すごい。でもね、本当に牛のエキスがすごいギュッ、牛のエキスがすごいギュッ、牛のエキスがすごいギュッやばいね。牛のエキスがね、こうたっぷりとね、こうギュッと凝縮してますので、すごい美味しいんですよ。で、わさびも通常のあのスナックのわさびよりも強めになってます。はい、辛いの苦手な方ちょっと無理かな。でもね、美味しいです。美味しくペロリといけちゃう一品です、本当にね。ただあの一気にいっちゃうと僕みたいに咳込んじゃうので気をつけてください。うん、美味しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。いやね今までいろいろ辛いもの食べてきましたけども今までは全部辛くてベロが痛いとかね、ね、胃が痛いとか、ね、あの次の日お尻が痛いとか、そういうのはあったんですよ。ね、もう汗がすぐブワーって出るっていうのは、そういうのあったんですけど、これはね、喉、気管支をやられました。もう今までで一番咳込みました、これは。すごいです、こいつの威力。まあね、油断してたっていうのはあるんですけど、でもね、スナックのわさびをそのまま焼きそばにしてる感っていうのはありますので、ぜひね、皆さん、お近くにファミリーマート、サークル系サンクスある方、ぜひ試してみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。